お山城は栃木県小山市白山町にあった日本の城。別名は祇園城。地元では主に祇園城と呼ばれている。城跡は祇園城跡の名称で中区城跡、和市城跡とともに小山市城跡として国の史跡に指定されている。また関東の富士見百景の一つに選ばれている。お山城は1148年に 小山正光によって築かれたとの伝承がある。小山氏は武蔵国に本領を有し、藤原秀里の光栄と称した大田氏の出寺で、正光が初めて下谷国小山に移住して、小山氏を名乗った。小山城は中区城、和紙城と並び、鎌倉時代に下谷国守護を務めた小山氏の主要な巨城であった。当初は和紙城の市城であったが、南北朝時代に、 小山康志さんが居城として、以来、小山市代々の本城となった。1380年から1383年にかけて起こった小山義政の乱では、小山方の拠点として、文献資料に記された和紙城、岩坪城、さらさら城、祇園城、宿城のうち、祇園城が小山城と考えられている。小山市は、 吉政の乱で、鎌倉府により追悼され断絶したが、同族の結城家から養子を迎えて再興した。その後は、代々小山市の居城であったが、天正四年に小山秀綱が、北条氏に降伏して改城し、北条氏の手によって改修され、北関東攻略の拠点となっている。小田原征伐の後、1602年頃、本田正澄が、 相模国玉縄より入法したが、正墨は1619年に、宇都宮へ違法となり、小山城は廃城となった。明治時代には、第二大衆議院議長であった、星通るの別邸が建てられたが、現存してはおらず、発掘調査で祖先と思われるものが確認された。別名である、祇園城は、小山市の守護神である祇園社から取ったものである。小山城のあった場所は、 現在、城山公園となっている。すぐ近くにある、小山市役所の正面入り口前の駐車場に、小山表情跡石碑という来碑が設置されている。各車はいずれも空堀によって隔てられており、土塁、空堀、馬出しなどの遺構が明瞭に残っている。また遺構は隣接する、天王院にも残っており、空堀や土塁が確認できる。 上山公園の南側には小山御天跡があり、平成27年に再整備され小山御天広場となっている。城跡内には実名市委という古木があり、小山市の天然記念物、土地名木百選に指定されている。1991年3月12日、小山城跡は、祇園城跡として和紙城跡と共に国の史跡に指定された。その時点では、 祇園城跡の南久保ぐるわの土類の一部、また、和紙城跡の本丸の一部が未指定であった。2001年8月7日、両城跡の未指定部分を追加するとともに、新たに中区城跡を追加指定して、出席指定名称を小山市城跡和市城石祇園城石、中区城石に改めた。また2016年3月4日には、 小山市民病院での発掘調査における出土品が、祇園定石小山市民病院地点出土品として、栃木県指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。